はい、どうも後藤です。いつもですね、ビデオを見てくださってありがとうございます。さて、今日はですね、何の話をしようかなと思ったんですけども、今日のテーマはこれですね。オムライス屋さんがミスってた件ってことですね。これについて話をしていこうと思います。なんで今日この話をするのかというとですね、昨日僕ですね、いつもお願いしている税理士さんの事務所に行ってきたんですけども、まあ、その打ち合わせが一通り終わってね、で電車で、いつも行って電車で帰るんですけど、その電車の時間まで少し時間があったんで、駅の近くにね、喫茶店があるんで、そこの喫茶店に行ったんですね。まあ、そのオムライスを結構、なんだろう、なんかメインに打ち出してるような喫茶店があって、そこに行ったんですけども、でその時にですね、あ、ミスってるというですね、非常に重大なミスを犯してることにに気づいて、あ、これちょっとシェアした方がいいかなと思ったんで、今日はこの話をしていくんですけども、これミスってたって何をミスってたかというと、まあ、結論を言うと、単価アップにミスってたわけですね。単価アップにミスってた。で、まあ、この単価アップにミスってるってどういうことかっていうと、僕、お店に入ってメニューを見て、オムライスを注文したんですけども、メニューにですね、オムライスとサラダが一緒についてるみたいな感じのセットメニュー、まあセットっぽい感じだったんですけど、そこのちょっと上にですね、プラス200円で食後のドリンクがつきますよっていうことをメニューには書いてるんですけども、なんかちっちゃく書いてたんですよ。すごく分かりづらく書かれてて、でその店員さんが注文を聞きに来てくれた時に、あ、オムライスをくださいと、でまあサラダついてるんで、あ、分かりましたって感じで普通にもう行っちゃったんですね。行っちゃって、あ、なんかご一緒にいかがですか的な感じが、あ、ないなと思って、あらと思ったんですけども、オムライスが、その後ですね、まあ10分ぐらい待ってオムライスができて出てきたんですけども、お待たせしましたって感じで、まあサラダとオムライスが出てきて、でその時に、食後のドリンクどうされますかって言われたんですね。200円なんですけどいかがですかみたいな感じで言われて、僕はその時に、まあ時間もあまりなかったんで、あ、すいません、大丈夫ですって断ったんですね。なので、オムライスとサラダだけで、まあ食後ドリンク特に頼まず、まあお水で済ませたって感じなんですけども、これがですね、非常にミスってると。まあマーケティングとかね、結構勉強されてる方も、この時点でミスってることに気づいてると思うんですけども、単価アップしていくっていうのはですね、もうお客さんが決断した、直後がベストということですね。購入直後がベストで、これ購入直後、こう、購入直後に追加の購入とかって促すタイミングとしてはベストなんですけども、これなんでベストかっていうと、人っていうのは、何か決断をした直後で気が緩むんですね。気が緩むんです。まあ、このなんか心理効果をテンションリダクション効果っていうんですけども、テンションリダクション効果って言いますけども、これ、まあ、要するに、何かを決断した、購入を決めた、財布の紐が緩んだ瞬間っていうのが、一番、追加の購入っていうのを、人は決断してしまいやすいっていう感じですね。なので、今回の、まあ、昨日のね、オムライス屋さんの話で言うと、もし、オムライスを僕が注文した瞬間に、ご一緒に、これいかがですかってポロッと言ってくれたら、もしかしたら僕はもうその勢いで、あ、じゃあお願いしますって言ってしまったかもしれないわけですね。でこれほんとタイミングだけで、単価がもう変わりますよね。もうこれだけで。だから飲食店とかのね、今回の事例だと、スタッフさんにこのトークを徹底させるだけで平均客単価っていうのは必ず上がるわけですね。なんで、僕は昨日ですね、オムライス屋さんに、まあ、喫茶店ですけど、普通のオムライスを食べた時に、あ、ミスってるなと思ったんで、まあ、こういうね、同じミスを
してほしくないなと思って今日はこの動画を撮ったんですけども、まあいろんなね、別にこう飲食店に限らずどんなビジネスでも、お客さんに提案して、あ、じゃあそれ、お願いします、申し込みます、買いますって言われた直後に、ちなみに今決めてもらったら、今このタイミングだとこういうのもあるんですけども、今決めてもらったら追加いくらでできますよ、いかがでしょうかっていうのですね、お客さんが決断した瞬間にやるようにぜひ試してみてください。これね、全然どんな仕事でも活かせますし、僕自身のコピーライターとかやってますけども、だいたいクレンドさんに提案するときは、まあね、コピーライティングの仕事を受けて、いや、ちなみにデザインもできますけどとか、こんなもできますけど一緒にやりましょうか、いかがでしょうかっていうタイミングは、その決めた瞬間っていうのを意識するようにしてます。ということで、ぜひですね、今回このオムライス屋さんミスってる話をですね、参考にですね、ぜひ同じミスを繰り返さないようにですね、やっていてほしいなと思います。ということで、そんな感じで今日は終わっていきたいと思います。ではまた、ありがとうございました。